なんか面白いこと起きねえかな。面白いこと起きねえかな。なんか今日なんか起きねえかな。誰か面白いこと起こして。イエーイ、あーしな。やまる。はっちゃんはポン酢野郎、チャゲポヨ、中野っち4人最後いたんですけど、パワハラ上司みてえなふりしかしてこないんですけど。待って、俺塗られてんじゃん。そうだよ、知りたくねえ。どうしようこれ、うん、誰と誰にしてほしいの、はっちゃんは誰に投票してほしいの。はっちゃんが決めて。決めれねえ、マジで。これちょっと50秒俺に時間もらっていいですか。ごめんなさい、ちょっとあのチャケット、ちょっと俺のこと褒めて。俺ははっちゃんの歌のうまいところ、ノリのいいところ、すぐ面白いことを言うところ、いつもすごいなって尊敬してるよ。のちさん、僕のことちょっと褒めてもらっていいですか。え、あるあるある、全然あのあるやつあるあるって言わない。あの、なんだろう、つま先の指長いよ、ね、誰に言えばいいの結局。中野ち、中野ち、何されてるの。あはははは、あああああああ、すごいな絶対。ジャガイプロさん、なんか今度舞台出るのやって。ああ、知ってる知ってる。そうだから頑張ってねって話して。ずずちょっと演技してみてよ。わかった。毒を飲まされた演技してよ。うん。ああごめん、ありがとう。これいや、マジでありがとう。お、リアル。やさき、あ、来るじゃん。そんな。いや、すごい指示多い。逆に元気よ。味変と言いますか、まあ、せっかく偶数なんで、はい、面白いゲーム1個考えたんで。何？来た。半々ゲームっていうね、この中で6対6に分かれるような事柄を1個言って、うん、6対6だったら自分の釣りたい人1人釣れるってことですか。あ、いいね。なるほどね。おもろい、おもろい。1個ちょっと僕あるんですけど、うん、まあ、外しても別になしで、うん、あ、オッケーオッケーオッケー。この中で髪を染めている、あ、じゃあ染まってる人はスキップに入れましょう。染まってない人は押さないっていう感じで、で、トリオの感じで、ね、プテアシさんに入れない。ちょっと待って、待って、どっちか、どっちか、それいいね。やりそう、やりそうだから。染めてる人はスキップに入れよう。染めてない人は12人のうち誰かに適当に入れればいいんじゃないですか。あ、じゃあそうしよっか。なるほどね。適当にでいいんだよね、適当にね。適当に。うん、染めてる人が6人。黒髪率高。ミーティング後のうちの2人いなくなってるから残り3人は。阿部プレ、中野っち、ヒロシ、おじさんは？うん、俺は阿部ちゃんと一緒にぶつこい。この前ミーティング最初のターン。あー。どっち言ってるかわからんな。ね、そん時はね、確かね。おっせえな。いや。遅いな。つられそうだったやん。おい、結局ズズ。思い出した。どこだよ、早く言えよ。あのね、なんだこれ、おい、どっか行った。逃げた。お前逃げたら黒くなる。じゃあもう釣らなくていいんじゃないか。うん、タスク終わる。俺そんなことより大事なことに気づいてしまった。どうしたんですか。影丸お誕生日おめでとう。あざ。おー。
おめでとうずり。おめでとう。おめでとう。違う違う違う。おめでとう。正解も祝ってもらえよ。おめでとう。あ、竹尾さん怖っ。すいません。ナイス。やばい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 。やば、俺死ぬ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 、閉じ込める、バカ。ベントリーで、ベントリーで、ベントリーで、バカ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 、俺死ぬ、俺死ぬ、バカバカバカ、俺死ぬ、俺死ぬ、俺死ぬ、バカ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 。やばい、待って、来てる来てる来てる、やばい、やばい、はじける死んだ死んだ、ナスピオン多分死んだ、ナスピオン死んだろ、ナスピオンどこで死んだの、死んでるよもう多分。サーバービロプテハシ、あれ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 、サーバービロ、どうした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 、俺クルーメイトでした、プテハシ、おめクルーメイトでした、プテハシ、その言い方がもう黒いけど、なんかプテハちゃんがエレクトリックとこいたから、ちょっと追いかけてったの、待て待てって言ったら、これでこれって言って振り返って俺の目の前でバシって切れたの、俺何もしてないのに、だからきっと俺のことをインポスターだと思ってセリフで切ったんよ。そう、かわいそうだな、かわいそう、追いかける方がいいのに、そこまで言わなくていいと思う、そこまで言うのはちょっと良くないと思うな。追いかける方が悪いし、この中にシェリフいる、なんでマイキーの言い方してるんですか、いねえよな。ほら、だから僕クリアしたんじゃん。いや、だけど、モラル的なものが。ニジパラはクリーンなイメージで、あ、クリーン路線なんだ。でも確かに僕はエレクトリカルでプテハシに切ってもいいんだぞって言われましたね。プテハシさんと同村拒否で。もう同村拒否でお願いします。正解だな、正解でも。はい、ごめんなさい。はい。で、暗室で、あー、ナスピョンさん死んじゃったーって。ナスピョンってさ、弁当の中で死んだ、もしかして。いやいや、普通にシャワーの下らへんで死んだ。あ、シャワーの下、へえ。てか皆さん、プテハシさんのセリフ切るは恥ずかしかったですよね。敵作ってる敵、恥ずかしかったですよね。恥ずかしかったですよね。投票でやめる気な、投票終わった後になんか僕が聞こえたところで、敵増やすな、全部嘘だからねって言ってました。ほら、よくな、よくな、言ってないもん、言ってないもん。いや、良いな。それさ、本当は内心では、大丈夫かな、こんなこと言ってって思いながらやってるんすね。はい。本当に同村拒否より、もう本当にやりません、本当に。切り抜いてくださいってなんやねん。お気持ち DM は裏垢で3件ぐらい送ってきました。送る